何話すのってめっちゃ聞かれた。昨日も3時間ぐらい喋ったよ。うん、お弁当食べます。お弁当食べながら今日のお話をします。やばい、ほんと目がこれコメント見える？見える、うん、けどなんかもう目が目薬。サラピは寝不足のため目がカラカラです。失敗失敗してます。一生カラカラです。みんなが知らんだけで意外に我ら仲いいんだよ。まあね、一番手ではないけどね。地方それは南さんもでしょ。めんどくせえわな。地方地方ひながいるから。南さんはもうね、ひなと南の対応の違いがすごい。でも言える。だって本人に言える。そっちの扱いも違う。誰にいる？いないでしょ別に。ひなさんはなんかさ低い。座高の差がさ低い。座高の差が多分あるよね。でね、今正座できんのよ。足痛い、ね、そうそう、ちょっと痛めてて正座ができなくて、公園死んでるのがいつも写真撮るとき膝つくっけ、うん、あの写真、客席バックあが死んでしまう。痛い痛い痛いと思いながら撮ってる。お弁当です。いいお弁当ね。なんか英語タイトルみたいなメニューがさ、黒毛和牛の飲めるハンバーグ御膳だよ。そう、飲めるはやばい。飲めると書きよ。飲んでくださいみたいな。いやでーす。噛んだらダメ。怖いよ。飲んでください。怖いよ。いただきます。すき焼きにした？すき焼きにした、うん、美味しかった。それもオーベルジーヌ食べた。オーベルジーヌはもう昼、あれ昼です。これは夜。あ、ここに食べやんの。お菓子食べよう。うん。あ、びっくりした。チキン。赤にコンビニうどん。なんでや。持って帰らんかったんや。皆様。もう疲れました。うどん食べたくなるあれではある。やっぱりしたやつ、うん、今日はさすがにヘトヘトです。間違いない。ネギが美味しかった。うん、うん、卵ないやん。ないやろ。なかなかないよ。あ、タレがついとか、うん、でも美味しかったよ、めっちゃ。冷ましてきた人はもうホテルかさすがに帰れんか。うんね、遠征組は、うんうん、うんうん、いいね、でっかい画面いいね。コメントめっちゃ見やすい。コメントのサイズ変わらん。あ、そうなん？一緒だと大きく見える。ちっちゃく錯覚や。ちっちゃく表示してある。アウトもできるぞ。見てる。え、これもできます。え、いじったらでかくできる。あんまわかん。もやし熱くね。何だけ熱くはないか。うん。どこね。あ、遠いな。うん、ちょっと面倒。あんまりなんか食べる配信してんから。あ、うん、不思議な感じ。レアじゃん。うん、しゃべれんくなるよ。しゃべらんくていい。考え方が違った。しゃべらんくていい。え、1620円のお弁当だって。これ？うん。ちょっと調べたんかな。うん、早調べる。とか。へえ。マジで。だってね。小。よくそれ、ああれか、飲めるあれを売ったんかもね、うん。いいお弁当食べてます、あなたたちのおしめ。小太庵。肉の匠って書きよ。うん。小太庵。ヤフーやけ。テレ朝さんすごいね。テレ朝さんいつもオーベルジーヌあるよね。あるある。めっちゃ嬉しい。すげえ、シナモンいる。シナモン確かに結構おるかも、うん、シナモン飛んでる。これもほんまや。グレタマーレこれ、うん、何これ。
目玉じゃない、目玉焼きじゃない分からん、サンリオのつながり方。あまして見てましたか、生中継と配信映ってたか、映ってるでしょ。なんかあのカメラのさ、つくタイミング全然わからなくてさ、歌わりの時にカメラここにいてさ、ずっと目線やってたけど、うん、一回もわからんとならなくて、えっと思って、いるのに、あ、そういうことか、撮られんかったわと思って、横のカメラが、うん、夢力の時とかに急に来て、こわっとなんか一回めっちゃなんか撮られてたよね、うん、見た見たわそれ、中盤以降かなり、あ、ほんと、うん、結構映ってたよって、そうなんだ、頑張りました。3ステージやったんだもん、うん、うん、ヘトヘト、よくできた、うん、アドレナリンで乗り切った絶対、うん、普通の精神じゃない。うまい、まあ、カメラ目線ね、あ、まあ、所詮でも今日めっちゃレスできた、うんうん、見やすかった、なんか上から人が、うんうんうん、顔が確かに、うん、後ろまで全然見えた、熱い、強める、いいっすか、なんで、私めっちゃ暑がりなのよ、もうさ、寒がりかと思って、え、よ、強めに専用にしとった昨日、私めっちゃ暑がりよ、もう、うん、赤人と同じ部屋になって、慣れたくない、え、岡田さんと同じ側の人だと思ってた、まい、うん、ちゃんじゃない、あー、レッスンのやつ、いや、下げてる、確かに、うん、下げる、風量上げたいの、なんか反応が遅くて、うん、静かになってたモードが、ああ時間経ったら、ほら時間経ったら、うん、4にしとこう、とりあえずめっちゃ眠たい、うん、体が嫌だな、かいこぶられた、目がシュッパシュッパ、めっちゃ出てるよね、マジでやばかった、ステージの時は頑張って会いとったけど、うん、本当にもうシュッパシュッパピースしてるかと思った、これ前髪直したレッスしたと思ってしないよ、しないのさあまだ一個も読んでないから、えこれが普通なんだよね、うん、逆にもうそれが普通だから、逆に変なことしだしたら逆に離れそう、レスしだしてるよとか、もうそれでみんなそこが好きなんだよ、そうなのかな、み、まあ、別に大した話はしないので、見ないなら見なくていいですねみか絶対言わんこと、嘘、うん、なんか謝ってるずっと、あ、なんか何もオチもない、この配信でごめんねって、何のオチもなかったごめんって、それでも見たい人だけ見てくださいって。つえ、ね、昨日ひなに言われてたもんね。サラピのなんか心が欲しいみたいな、うん。強い精神が欲しいみたいな。だから、場数を踏むんですよ。場数を踏んでいくの。いろんなね。そう。昨日ひな、ひながちょっとこっちにいたんですよ。そう。通常運転って言われてる、うん、本当に目開いてないね、もうこうなる、うん、画面越しに見て思った、もう、うん、今開けんでいいやと思ってもうオフタイム、うん、あ、確かに煽ってた、そう、また奥さんが、うん、奥ちゃんはそれやらせるもん、やってきた、おりゃーって言ってた、
だって、うん、だってまだ名前も言ってないのになんかサラピワーって言われて、なんかあ急にそうえなんか、ね、飲み物飲みに行ったソラハさんとかがめっちゃ、うん、なんかはいみたいな、うん、おい元気なみたいな、だからあちょっとここはしかも最後だけ、うん、あちょっとさすがにいつもより高めに言わんっていけんわと思って、うん、思ったんだよねサラピなりに、で、はいって言ったらなんかなんでで引くって言われて、うん、あげたのにあげたのにって言ったらそれ言われた、じゃあ煽ってみてよって言われてでおりゃーってなった、うん、ちなみに裏で飲み物飲んでる千穂とみなりもそれに笑ってた、引くってあげたのにそういつも引くえっつって二人で笑ってた、さすがにあげようと思ってあげたのに気持ちはあったのね、うん、そら切なねいつもよりあげました、いじられて、いやソラさんが高すぎる、まあ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 元気だ、高低差が、アイコと隣とかだったらバレてない、うんうんうん、ソラハはすごいよ本当、ずっと元気、うん、めできてよかった開催がね、でも絶対ないと思ってたもん、うん、やっぱもう綺麗にそう、かぶってたよね、うん、最初なんどんどん遅くなってほやペッパ、あ、関西直撃大変だ、安全に過ごしてください、ね、あ、なんかやっちゃった、行きましたミニストップ行きましたが、行きましたが、アイス食べました食べました、最近できたね、うん、チキンもある、おじさんが頑張ってアイスやってくれた、両親来てたって来てないよ東京までさすがに来んよ、似てる人いたかね、うん、ね、あ、15日泊まるんだね、関西15日と明後日、うん、明後日か決まったんだ、うん、はい、スキーさんの声も重視、あら、うーん、そうだよね、あっち側できん、うん、あ、クマがおった、あら、何グマこれ、何これ、ピアノ、ピアノ8月？何のイベント？うん、ギフト読んでなかった、あすかさん、すけさん、まさひろさん、ピラスさん、ひなつさん、いちちゃん、みつるんさん、さやまつさん、しまけんさん、あかえるさん、つさん、ぷーちんさん、ともゆきさん、おいぬます、げんきさん、なかのさん、かずさん、りねさん、りゅういちさん、ありがとうございます、てりやさん、くまたわー、ありがとう、絶対表情変わらんかった、今日はね、目開いてないんで今度家帰ってからお礼しますね。とりあえずとりあえず今日あの前の人に隠れてうちを変えてるところは今日は見つけました、あーバレてるでもまあ頑張って変えてくれてたんで、まあまあ頑張りは伝わりましたよバレないようにしてた、うんうん、なんかあれ親かなと思ったら影にちょっと隠れて違う文字見えて、あ今サラじゃないねみたいなバレてんね、頑張ってるね、でも人の配信見たらなんかその子の配信ルールみたいなあるじゃん、配信の流れみたいな、うんうん、なんか驚くいた、今も驚いた、何が念仏みたいな、あギフトなんとかなんとかなんとかいやなんかいっぱい来た時はまとめて言ったいつもは普通に言う、あやってる、うん、クマとかしてる、あするわけないそれはしない、やってよ、それはしません、求められてるって絶対、でもそっかそういう人じゃないもんな、ね、みんな、うん、だと思ってるよ、もう調教されてんだ失礼してないわそれはこっちに失礼こっちじゃなくてこっちに失礼でも多分それを喜んで受けてると思う、ん、愛だと思う、意外としてない、でもいいんだよ、素のままでいた方が気持ちが楽よアイドルなんてでも素でいるもん、素でだぞ、
左遷ごめんなさい。みなみさんのファンは、みなみさんの例えば、あ、クマありがとう、私はこうするの、あ、そうするよ、あ、それはするよ、なんとかさん、クマ、ね、低いよ、クマ、クマ上げて、クマ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 って、クマありがとうございます、クマ一周する、クマじゃなくてクマ、もう全然わからなかった、一周する、それはせんけど、パンタさんだったよね、あ、神戸のマーチさんもクマ、Thank you guys、ハートもありがとう、あ、なんかなんだっけ、何を言うし、ん、あ、そう、ファン層の話だ、うんうんうん、ネのファンなんだろうね、なんだろう、でもイネと似てる性格が、ってことはすごくあのメンタルケアをみんな求めてる、え、お互いで本当にそうなんで、これで、ね、本当分かってくる、え、メンタルケアを求めて言い方があれだけど、メンタル弱いってこと？なんだろう、すごくよく考えてくれてて、うん、コミネのこともよく考えてくれるがゆえに、うん、ちょっとこれどうだったかなっていうのを気にしてくれてて、あ、全然全然みたいな、うーん、でも逆もしかりみたいな、うーん、全然違うでしょ、うん、あ、柴犬さん、クマありがとう、そう、メンタルクリニックって呼ばれてるの、私の話が、さあ何やろ、分からん、でも奥さんとかも言ってくるの、うん、そうやって待ってM な人がいるんじゃないのかみたいなそうじゃないと思う、奥さんどっちを聞くの、あるのかな、そらはないと思ってるけど、 M とはまた違うんじゃない、なんかノリが、なんかなんていうの、友達っていうか、ああ。あるかい、デレ対応っていうか、その対等みたいな感じの関係が好きな人なんじゃない、うんうん、M という、うんうんうん、これ何、このギフト、わかん、なんかライト、ポップライトみたいなやつ、うん、強さん、ライト、ライトのクマじゃない、あ、適当にしとるの生まれた、口くんも出そう、適当にしとるの生まれた、違う違う違う、違います、適当な、ちょっと同じ額だと思って、うん、タラペ面白いですねって言ってるよ、いや、いつもこっちおるだろどういうこと、みなみさん騙された、うん、じゃ純粋なんだからやめてもらってすぐ信じるんだから、そうね、ラムテがないのがそれはそう、本当にそう、何がブローモテがないのがいい、あ、これマジでない、帰れん、そんな急に変えたらいいね、無理怖いよ、どうする、配信始めた瞬間急にえ、だって昨日ずっと喋ってた、キネジ喋って、なんか3時間ぐらい喋っとったじゃん、お互いの声1個見たね、これ喋ってるけど、うんうん、みんななんかみんなっていうか、うんうん、お互い一点見つめて喋ってた、急にその顔越えて、ああなるほどって言われたら、うん、ゾワってする、配信中に、うん、で切ったら戻るんでしょ、怖いじゃんやだよ、あ、神戸ツアーでサラピのチェキ当たったって、ね、占いでね、占いでね、もう言ったから特定されちゃうよ、この方はコレクター、コレクターの方なんで、いろんなものの占いね、次は南さんのが当たるといいねでもなんかあの見た3期かな、研究生の好きみたいなツイートを見た、あー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 と思ったよね、何、お茶を飲むのはダメなの、ダメ、禁止、禁止、あら、ダメらしい、ペットボトル NG、 あ、そうなのらしいです、配信中飲み物あんま飲まん、さ、飲み物めっちゃ飲むか、お茶、常にお茶、ずっと飲んで持ってるよね、お茶、うん、なんとかティーとか、ルイボスティー、そう持ってるイメージある、ルイボスティー、この体勢が一番楽、もう食べ終わったの、うんうん、え、食べた、逆に、うん、おい、おい、おい、だから私配信しながら食べれないんだって、私が喋っといてあげましたよ、分かった、うん、って言って読まんけど見るだけ、見るだけ、慣れて見るだけですよ、見て、見てます、本当に全部のコメント見てる、うん、視界には入ってるんだけど、うん、読んで何か返答ができるかって言われたらそうじゃないっていうのは読まない、うん、
つなげますよ。ただなんかねないと、あこっちもクマ来とったわ。美味しくなかった？え美味しかった、ね、ナムルみたいな、うん、伊藤ちゃんクマ、柴犬さんクマ、ミミさん、すぐれさん、あらすけさん、あちょっと待って、そうこれ絶対忘れるわ。ダメに、矢島さん、めっちゃきのこさん、ありがとうございます。すけさん、ありがとう。ラブタオル、うん、ちょっとおめめが、エミさん、エミさん、ラブ、ラブタオル、ラブタオル、また来た。うん、これはクマですね。お疲れギフトだよ。うん、1個した。本当？テリーピーテリーピー、お疲れ、テリーピー、お疲れのポーズなんだろう。ないないあ、叩いた、ねえ叩いた、ゆかさん、叩いた、違う、こづいた、ラブタオル、こづいた、うん、ありがとうございます。サラピも一緒やん。何が？ん？サラピも一緒やん。何が配信がじゃない、ああ、そういうことか、ああ、そういうことか。また来て、お疲れ今のポーズが気に入ったんじゃない、創作ゆみさん、お願い、気に入ったんじゃない、もういらない、はやこれは食べたい、おすすめチキン、うん、おすすめチキン、めっちゃ入っとったよね、これ、うん、もういらないかも逆に。うどんさん、お疲れギフト、私はやらないよお疲れギフトやらないよ、これは。お疲れ、お疲れギフト、ありがとうございます。ほら、読むコメントないもん、読むコメントがないんだもんうん、おいしいね。うん、確かに辛いの食べたくなる。うん、美味しい、それは美味しい。ポテトも美味しい、ミニストップ、ストローは OK。 うん、ああ、ルールがあるんですね。うん、カートリック、お出まーす、我ら、我らの出ます。明日はゼロプロジェクトですね。プロカットいますか？いる？ゼロプロジェクト、ゼロプロ、お台場だよ。お台場なんだ。え、行きます。だってそりゃそうですよねあ、めっちゃ可愛い。20世紀ともちゃん、ありがとうございます。チケット分かってます。まあそうだよね、天気次第。確かに、あ、本当だ、ポメさんめっちゃ可愛い。なんか恥ずかしかったけどすごい冷めた目で言ってくるなんかやっとるわみたいなしんくん、カモン。あ、下結構みんな、でも今日来てる人はそのまま行こうかなって感じ。なんかね、これサーピーのファンでしょ、さっきの人でしょ。うん、ファンなんかな手厳しい。とりあえず行きます、最初に。うん、そうだ、とりあえず行くって感じか。計画運休がよく分からんのよな、どうなるか。うん、うちらもスケジュールだいぶ変わるよね、計画運休で、うんうん、大丈夫かしら。台風怖いね、あっちに帰れないもんね。うん、こっちができても、うわ、いや、やけどめくさい。やけどね、そうか、ラジオ版の参考演なんか、そう寝てた今、寝ようと思ったけど、うん、なんか物音めっちゃするし、うん、無理だった。あそこの寝れるとこつけんかった、使えんかった、ダメ、さすがにベッドみたいになってる。え、知らん。
え、知らん。楽屋に帰る廊下が多分そのテレビ局さんの多分社員の。あ、そうなの。知らんかった。なんか畳のとこにおったけど、カプセルホテルみたいな。もう硬いし、もういいやと思って。あそこに寝てるんかと思ったら、あそこから出てきたらびっくりした。あ、そう。でお腹、もうお腹空いたし食べようと思ってそれまで食べてなかった。全然珍しく。今日は全然先に風呂行ってください。あ、私風呂、あ、まあでも昨日も来ちゃった。先輩は寝るの早かったんだ昨日。うん、びっくりした。入ったと思ったんですか。あ、風呂さすがにね。あ、福岡には飛んでるんだ。うん、よくわからん。新大阪と名古屋が泊まるって15日。ああ、泊まるってどっちの泊まる？確かに停車するのか、うん、新幹線自体が止まる。この期間がダメってこと？どういうこと？明日14だもんね。明日14。え？じゃあ15に広島帰れないってこと？どういうことだ？運休だって。15が運休ってこと？うん、でも明日14無理じゃん。うん、じゃあ無理じゃん。ね。帰るな。その区間が、あ、そういうことか。東京から新大阪、だからそういうことか。東京から、でも名古屋から新大阪泊まるんなら名古屋までしか行こうと思っても行けんくない。うん、変なの。私17日大阪なんだけど17はさすがに。うん、クックポットピリリね。ピリリ。15日は帰らん。もう、おお、どうなるんだろう、うちらね。16公演だけどね。うん、みんなも来れるのかっていう問題がね。 そもそもね、関東にじゃ絶対来れんくない。うん、あ、始発で帰ってこようか。そういうこと。始発でもあの台湾だから集合するから。確かに確かに、一公演だからね。何、40分ぐらい。40分ぐらい。緊急にやか。でもチャートリー勢が全いない説あるよね、ほんとに。うん、スタジオは多分、確かに明日ね、うん、今日のスタジオメンバーが帰れたらいるんだけど。でもみちさんか、帰れたらね明日。うん、みちさんだけかな。うん、チャートリーほぼこっちおる、うん、公演できん。ゼロプロジェクトもあるし。うん、あ、ぶっつき本番。そんなギリドはないんじゃない、うん、動いてるやつの早いのになりそう。ねえ、今めっちゃ眠たいわ。え、そら、乾燥、コンタクト外したら変わるあれもある。ちょっとでも外したら見えんでしょ。見えない。さあ、一周回ったかもしれん。それ眠れんやつやん寝ようと思ったら寝れるかな。でもなんかこういうことになる、いつもなる、毎週なる。今日はほんまに寝た方がいい絶対なる。なんか一周回ったらおかしいなってなる。朝5時だもん帰ってきた。そうだよ、部屋に起きてて。そうだよ、お疲れって言ったらびっくりしてた、うん、起きてるって思って寝れんかった寝て起きて繰り返しちゃった。サラピンの方が早くないと夜に寝る。嘘、お風呂入ってて起きとったよ。嘘。そう、なんか頑張って寝ようと思って携帯も触らずに目もつぶってたけど眠れなくて、うん、無理だと思って、でサラピーが布団に入って、うん、あと5分後ぐらいにパッて見たらもうスーって言ってて、うん、寝よると思って早と思って。嘘、サラは全然寝るの遅い人なのに。うん、すぐ落ちてた気がするけど。さすがに昨日はね。うん、だって野球でもちょっとね行くのも遅れちゃったりして。そう、行ってからも時間あったし。ああ、ギャルとギャルそう、ギャルとギャルの写真撮ってあげてトリコトリコって写真撮って、コンビニ行って写真撮って。ギャルのこと仲いいでしょ。そう、ギャルアンジェ同い年一個上。あ、ギャル人見知りだと多分厳しいよね。あ、ごちゃ、うん、毎回知らんっていうか違う人だもんね。
仲良くなっても、そう、しかも会うって言っても毎週そのメンバーになるとも限らんけん、何週間ぶりに会うとかになる、人見知りやったらまたゼロに戻りそうあってまたあってなりそう。確かに確かにあるわ。ね、ギャルになったことあるの？ある？うん、みなみさんは？うん、妹ストリビで。あ、そういうこと？ギャル時代があったんだと思う。違うよ、ないないない、妹ストリビ黒ギャル、黒ギャルの人に黒ギャルメイクをされて、もマジガングロ、うんうんうん、で、なんか白いのとか、うんうんうん、口も白くして黒ギャルメイクをして、何も知らないもう一チームのメンバーの、うん、なんか待機時間って言ってカラオケに行ってて、うん、その店員さんとして潜入してバレるかみたいな。バレた？バレ、なんか第3ステージぐらいもあって、うん、第1まではバレてなかった。へえ。てか、黒ギャルが店員におること自体がまずいわかんえってなる。確かに。え、そもそもね、その時点、うん、サラピカーンいいから絶対気づく。ギャル、ギャル、うん、ね、ココアとかだったから、しかも幼い時期の。ああ、キャルだったみたいな感じで、カメラがさ、モニター回っとるからさ、うん、キャルだみたいなのでキャッキャ言ってて、その時点ではバレてなくて、うん、で、しかもなんか喋るみたいな、声を出すとかいうチャレンジもあって、ああ、さ、秒で気づきそう、うん、もっと早そう、今日のあのさっきのやつみたいにエレベーターみたいな感じで秒で気づきそう、誰でも瞬時に感想でもんな、瞬時に判断。でもそれをなんか気づけるのって、たまにその気づきすぎて、うん、なんかちょっと傷つくみたいなのあるやん。ああ、で、そういうの気にしないやん、多分。え、なんか気づかずに騙されるよりいいなって思う。考え方次第ですね。昨日もね、あの0時前ぐらいにセミナーが開かれてる、うん、ひなさんとみなみさんをポジティブにするっていうのをやってひなが、こういう時はサラピだとどういう感情なのみたいな、こう思ってこう思ったらいいんですよって、ああみたいな、いけんねーって言ったひなさん、いけんねー、本当に昨日セミナー開かれて、そう、セミナー開いてたんですよ。すごいよ、なんか同じ物事でも捉え方次第でそんな変わるんだみたいな。そうね、ポジティブ、いや、結構憧れる。なったらいいんですよ。なろうと思ってなれるの？え、なろうと思ってなれるでしょ。でもよぎるじゃん。それはもう消す。あ、よ、え、でもそんなよぎるぐらいならさらも全然ある。本当？うん、よぎることあっても、でもまあ、あ、みたいな、いや、うん、いらんそれを、うん、うん、冷やでもなみたいな。考え方次第だな。でもそっちの方がいい。うん。生き方的に。なんか心因性で、なんかちょっと早死に、心因性そう、ストレス系で早死にしそうすぎて、意外とこっちの方があるかもしれない意外とこっちの方が、こういう人の方が、実はみたいな、私ひなが一番長いかもしれない実は確かにな。何分から配信してるこれ？何分だろう、半とかで、あ、40分だ、うん、あ、もう30分経ちようね、うん、あっという間だね、うん、あ、ちーちゃんの始まってるね。とりあえず1時間ぐらいで終わります、今日は、うん、お眠、うん、スペイン語でセミナーファンクラブのさ、やつあったら、ファンクラブイベント始まる、絶対やだそんな絶対やだね、おもろくない、こっちがネガティブになるわみんなのネガ話ばっかり聞いてサラピのファンクラブセミナーカフェがいいです。あ、いいね、うん、あ、いいね、うん、カフェがいい、そういうのあるといいよね、うん、確かに。作るの？サラピが。えー、
そんな何でも決めれる。だからファンクラブがどこまでメンバー主体のやつなんかは、うん、やってないからさ。でもカフェがいいな。第1弾メンバーしか多分知らん。あれはあのなんかのどこだっけ、なんかのシングルのソロイベント何した歌、うん、うん、やりましたね。同じ日じゃなかった、そっか、チャートリか、違うか、うん、たまたま同じ日だった気がする、うん、違うっけ、みやみさんあった気がするけど、でもなんかあったっけ、東京、あ、誕生日言われた、そうそうそう、シェイクシャックの、うんうんうん、あーいたわ、千穂さんもおった、うん、みちと一緒に言われてたね、あ、なっちゃんもおったわ、うん、でなんか次の日7人フェスみたいな、いや覚えてんね、うん、記憶力すごいんよこの子、覚えとるでしょ次の日フェスまでは覚えてない、そう次の日誰がいたかまではその会話だから、なんならその朝ジャケ写撮ったし、え、なんで覚えよ、きつかったもん5時起きでジャケ写撮って2公演に2ステージやった、揃い入りしてみたいな、前その前の日イベントの時に、イベントの次の日かなんかがフェスで、でその朝が花だれのジャケ写撮影だった、みんな違う日だ、同じ日といたよ、あ、そうイベントはいた、でもその日の朝になんかさあと千代さんとか、そうそう、美月も、うん、千代さんとジャケ写撮って、そうバタバタでギリギリで楽屋来た記憶ある、うん、激狭のそう、でもジャケ写ってメイクがちょっと違うから、え、そうメイク直さんといけんくてみたいな、覚えとる、髪がバリバリね、3回とも髪変えた、変えた、ねね、ネジ、うん、クルリンパのやつと、うん、ハーフアップと、うん、でそのまままとめた、うんうん、何が好きでした、最初2個前だった一番最初、何がいいのかいまいち分からんだよね、自分の髪クルリンパあれ、うん、分かった、次のチャートあれ好き、本当、うん、巻く髪は巻いとるっけ、今日は巻いた、でもいつも巻いてない、巻いてない、巻いてない、ストレートの、うちうち、オッケーうちじゃあのね、プロデュース力あるよ、本当のことしか言わないからね、うちほとさ、ちよ着替えよって、うん、でね、サラピと同じやの話をして、うん、でなんかでも昨日言っとったみたいな、で何がみたいな、そのサラピはその、うん、ちいちゃんの何がいいとかを、うん、すごい理解するというか、うん、分かるから、うん、そのプロデュースみたいな話をしよったって、うんうん、いやもうサラピの言葉しか信じんで周りの可愛いより、うん、ちゃんとこれはやめた方がいいっていう、キャンサーだってさ、ツインテールしよったやち、うんうん、であのリボンどうしようみたいな、うん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 、ピンク進めとったよ、受けるそれ一番最初になんかチョウさんが3種類ぐらい持ってきてどれがいいと思うって言われて、うんうん、こうやって3パターンこうやって見せてきて、うん、このリボンはないそうそしたらだよねって千代さんも言ったそれ聞こえとってあ、ごめんだよねって言われてそう、みなみは確かにチーンに何が合うかとかじゃなくて見たいっていう、普通にパッて見て、うん、見たいっていうので言っちゃったから、まあ、そういう目で言ったら、まあ、そうよなと思ってカチューシャに変わってたそう、カチューシャやったそこら辺はね、だからひなもなんか言ってほしいって言ってたね、ひなも今日聞いた、だから今日美女がいいって言われた、あ、ね、あと前髪が違ったんだよね、そうそう伸びてたからね前髪が、でも28に切って以来切ってないから前髪そんな覚えてる、え、うん、毎回言ってるの、いやあの兵庫県の前の日に行ったから、そういうとこ行った、伸びてるのがちょうどになって伸びてた、あ、聞くのこれから、ひなも聞いてくるよ絶対、どっちがいいと思うってこっちかなーっていうひなさんにはいつもこっちかな、喋り方よるよね、うん、分かったって言われる、だってひなさ、ひながなんかサラピの笑い声を聞いたら、うん、ひな笑い止まらんのよねって言って、え、そう、サラピが笑ってるのを見たら笑えるよねってずっと笑っとって、サラもそれ見て笑い止まらんくなって、お互い笑ってでずっと笑っててみなみそう、お互いで笑っとった、そうすごかった、不思議な空間だった、
そうだけど、ひなさんとおるときは、二人でおるときはずっとそんな。衣装店のときも、かわいい、ねえ、みたいな音が二人とも、ああ、みたいな。衣装店。わかるーって。なんか、趣味っていうか、うん、カフェもやけど、なんか一緒。好みがね、そう。似てるから。あと、テンション感も一緒だった。そういうときは。うん。だって、あの、衣装店のさ、やつ、ひなのしとったけど、あの、ぼかされたとき、実は私、映ってるんですよ。さすがにね、頑張って消したよ。私の顔がちょっと間抜けな顔をしてたからぼかしてくれたんだけど、頑張って消した。2人が誰のドレスだろう、その2人がそのドレスを卒業ドレスを挟んでサラッピヒナで並んだやつの後ろにイミコ、ミナミ、アガリいるから、そうで、ミナミさんこうやってこっち見て、サラピンじゃんって言ってさ、あれで見たんだ、イミコの後ろ姿とミナミを撮るアカリンがつって、うん、アカリンは緑色だからすぐ分かる、うん、見てほしい写真を SNS で、あるのあいつさんちゃんと消したんだよ。え、すげえちゃんと消えてる、うん、消えるんだってか、消しゴムで消した。そう、ひなのツイッターかな、多分引用リツイートしようと思って焦った。いるんですよ実は。寒いすいません、確かに今は風が直ですね。静かにしとこう。収まらない、これ反応するから。 OK、 うわ、2222だ。え、あ、変わっちゃった。にゃん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 だよ。それ見る必要のないやつだよ。何が通知。あ、これね、うん、あ、これこと、 OK、 うん、よっけ、見る必要のない。地味に気になるけど、ちょっと気になるから、ね。どうでもいいでしょう、うん、そもそもあれ通知オフだった。え、じゃあ違うやつだった。違うやつ。グループライン付きの通知オフだった、うん、え、ないの。そうなの。出る前買いに行く。でもコンビニやだ。なんか探す。これってさ、まだ決まってないからこれになってるだけだよ。ん？まだその、これが決まってないからこうなってるだけだよ。うんうんうん、うん、だと。オッケー、やっと収まった。さ、チャートリのやつ、ひなさんの可愛いやつ乗せようと思って。あ、インスタの中の人です。そうだよ。改めてご紹介します。ちゃんとフォローしてくださいね。私も載せてくれてるから、うん、ちゃんとフォローしてくださいね。そ、ちゃんと載せてくれてるんだ。ちゃんとあのコメントとか見てますよ。あの誰を載せた時にこのメンバーのファンはあのすごい反応がいいとかは見てますよ。みなみが載せられるかどうか。そうよ、みんなの反応悪かったら、あ、みなみさんのファンの人は全然反応してくれないんだなってなっちゃいます。そうなっちゃいます。でも活発に動くようになったもんね。カッパ、活発、ああ活発、カッパ可愛いでしょ。これじゃない、びっくりした。今さいや、違う、あの可愛かったんだけど、可愛いでしょって言って自撮り見せられて、今違う、ずれた、一枚ずれた。可愛いでしょ、一枚ずれた、びっくりしちゃって今、可愛いでしょって、ずれた。カフェのサラピが見られた。こっちです。あ、可愛い、確かに、うん、これ違い、あの抱きしめたの、こっちでしょ、うん、1,2 にしようと思って。びっくりした、そんな一面あるんやと思ったもん。なわけない。いや、可愛かったよ、可愛かったけど。この日みなみさんおらんかったよね、かぶってなかった。そう、時間帯がね、だけ取れてない、何人かしか。いいよ、チャートに定義取ってもらう。そう、明日も、あ、そうだ、明日も、うん、明日衣装なんだ。なんだろう、あん、あん、刺した。
いつものあれか。うん、来てない子。え？来てなくない？え、さ、なんか見た気がする、うん、なんかで見た気がする。違う、勝手にそう思っただけかな、じゃあ。うん、来てないわ。あ、初任賞なんだろう。なんだろうね。わかんない。今日の衣装だったね。汗やばいんだけど。今日使って衣装だった。あ、そういうこと、うん、洗ってくれってこと。洗ってほしいなって。そうね、明日行くことに意味が。そうだそうだそうだ。ひどい顔しとった今。何も考えてなかった。あったまって何も考えてなかった今。そうね、手洗いじゃね、確かに大変そう。眠たくならん。何も無になっとった。なんか逆に喋っちゃうだから。眠いしもう疲れてるけど、アドレナリンで変におかしくなったって感じ。本当にいつもそうなる。でも寝たらもうゴリゴリに寝れる。今土日はもうイベントだらけだもんね。次ツアーとか打てる。来年さん、おしゃれだと。そうなの。今日も来たよ。その次の週がアットジャムかな。あ、土日はな、もう8月の土日はもう全部埋まりとんね。やばしやばし。なんか今日乗り越えれたら、でも乗り越えれねえものはねえってなりそう。野外サンステージします。うん、頑張りました。本当に頑張りました。でもお風呂入ったら眠くなりそうですね。てか南さんのがなんかポッて寝そう。まあね。それよりなんだかな。漫画が流れるから早い。じゃあお先にどうぞ。湯船食べる。うん、オッケー。先のも入ったよ。思った よ、その5時に帰ってきてさ、うん、集合まで言うてそんな時間ないのに湯船食べ出したからすげえと思って、うん、そう、絶対入らんと無理な人。沖ちゃんに言ったよそれ今日、うん、感動してた。え、すごい女子力って。嘘でしょ。そんな朝入らんことない。絶対絶対すごくない。夏でも冬でも絶対偉いよね。びっくりしたよ。南だったらもうあと数時間後に起きんといけんだったら、うん、シャワーちゃちゃ どれだけ睡眠に時間を取れるかって考えちゃうから、うん、ちゃんとなんかシャンプーとか丁寧にするけど、うん、いやもう偉いね。湯船、湯船なんて一例だろ。いいいいよ、うん、あでもいや兵庫の日に日向と温泉行ったから。ああそれ以来20日あれちゃんがいたやつ。そうそうそう、過去にね。29日以来入ってない湯船。え、うん、もう基本シャワーすぎて。え、だから代謝悪いんじゃん。汗かかない。うん、そういうこと。でも汗も悪かったけど、めんどくさいね。長時間入るようになって代謝良くなったかも。うん、まあいいのか悪いのかって感じ。でもいいことでしょ。まあ、老廃物が落ちるんですよ。なんか甘いもの買わんかったっけと思ったけど買ってないか。いや、あれあれ、しょっぱい系ばっか買った。パン工房みたいな。ああいいや、硬い、疲れる。顎が疲れる多分今。なんか買ったつもりだったけど、アイス食べたんか。硬いものしかないように甘いものあるけど。でも甘いもの、なんかもういいや。なんか、なんか、なんかでもお腹空いてもない気がする。エンドレスじゃない、しょっぱい、うん、甘いしょっぱい。本当にアイス食べとったからさ、チキンも買ったじゃん絶対。え、そう、本当にそう。で今チキン食べたから甘いも欲してる。そうだね。そうだよ、そうだね。エンドレスなんだよ本当に。え、これ見ないの。うん、あ、草も飲み終わった。あ、ええ、あ、それか、それ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 、うんうんうん、うん、飲み物がありすぎた。どうしよう。痛い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 、なんか引っかかった。
え、撮ってんの？うん、撮ってる。でも今日でも今日の足でも湯船には入りたくない。寝させて。睡眠マッサージするからここで。マッサージ行きたい。行きたい。ね。え、マッサージ行きたい。マッサージ行きたい。普通に整体したい。なんかここ東京感ないな。え、東京だよ。東京感ない。東京。東京です。なんか今回東京感ない。東京に連泊バリされた。泊まってるよねよく。なんかラジオがあるか。ラジオもあるし、クックパッドもあるから大阪行くし。そう、大阪行く。でもあれ基本日帰りだからね。帰れちゃうのか。うん、大変だな。それ当日イン？一日で？一日で行って帰ってくる。しかも割とおるの何時間？8時間？うん。6時間とかか。それは大変だ。でも料理できるのすげえ。料理、うん、作ってるでしょ。だって作ってる。すごい。でも姉がそのクックパッドの話がもし来たとしても、うん、作れなくて終わると思う。作れませんって、うん、絶対失敗する。作れません。焼くぐらいしかできない。ね、バチ。あ、水曜日の公演から会えるのが楽しみ。あれだ、うさ耳のうちわの子。うさ耳？チャートリー公演にいる。へえ。うさ耳してみたいな。ああ、せんけどねそら。そういうのマジでできん。バンしてみたいな。あ、無理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 。ゆっくハートしてる。視界には入るけど、あ、ハートはまあギリギリ。あ、うさ耳とかもう絶対無理。ごめんけど無理って感じ。まあまあまあ、適材適所があるよ。ごめんけど。ひなちゃんのファンだから。見えてはいますから。そこでひなちゃんと同じ名前の。あ、そういうことか。仕方がない。あ、全部取った。取った。なんかパーマ、すごいパーマ。ソバージュみたいなの取る。てかもう無理かも。限界値。うん、うん、あります。無理か。大人の子が、もう無理です。疲労が、目が開きません。疲労が。大人の子に何時を言いますか。知らない人多いと思うんですけど、そちら側に。あの生放送出てからあの、うん、3ステージやったんで、ちょっとあのもう目が限界なんですよ。親父が言っときます。あのもしなんかあの言ってたらね、元気なかったねって言ってたら、ね、心配してるとか言ったらちゃんと言っときます、うん、お願いしますね。交互に読む。あ、いや、先に読みせよ。そう、そういう意味の交互。うん、13位、うんうん、あ、初めてそのパターン。そう、うん、1人が言って、2人、1人が言って。13位、中野さん。パチ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 。待って、13位、ホールさん。パチパチパチ。12位、ピレシさん。パチパチ。12位、ワンタさん。パチパチパチ。あの、パチパチ、あの、略でいいですか。あ、すいません。でも時間かかっちゃうんで。ごめんね、今日ごめんね。じゃあそちら側でだけでいいですか。はい、こっちではもう、すいません。11位、おいでます元気さん。11位、たけしさん。10位、ゆうちゃん。10位、ライディンさん。9位、柴犬さん。9位、カベルマシさん。8位、朝香さん。8位、つよつよさん。7位、ライディンさん。7位、キムコさん。6位、ヤジウマさん。6位、シモキリさん。5位、ウドブさん。5位、テリンピーさん。4位、イトちゃん。4位、ポムさん。3位、アカエルサンタさん。3位、シモキリさん。2位、セリアさん。2位、ジンさん。1位、スケさん。そして、じゃあ1位、エミさん。ありがとうございました。この2人の同部屋配信は今後なさそう。なさそう。なさそう。え、もうグリアだよね。うん、なさそう。そう。なんか別に喋るけど同部屋になると思ったのかも、うん。ね。びっくりした。えってなったもん。しかもラジオでいなくなるし。一人だった。そうでいいよ。お疲れ様でした。また、おのおの個人配信で、サマステの感想とか話します。はい。では、終わります。今日は途中短縮で。バイバイ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 。頑張って目開けよう。バイバイ。すごいね、ごめんね、リンゴジュース。